四円天春、同商東会の指揮所、流霊川は、新末の商東会の反乱の指導者の一人。関東省甲州府高山形系格号出身。農民出身で、幼児より武術を学んだ。また、英語や接骨術にも通じており、茶商や絹製品店の店員として働いた。1845年、香港で、天地会に参加。1849年、 商売のために、上海に赴いた。いた。1853年8月5日、上海県城の北門から、聖保天地会の修立春、周州,州へ家庭天地会の城明る福建天地会の陳ン林らとと共に、2000人の群衆を引き県城の役所を占領し、上海地県の縁祖徳を殺害して、上海道金会館監督御検証を捉えた。川は、 大民国通り政教小党大元帥を自称し、西方、宝山、南木、川沙町を占領し、部隊は一万人に膨れ上がった。十月に五県省率いる新軍は、イギリス軍の援助を得て、陸路と海路から上海を包囲した。流霊川は、太平天国の都の典型に使者を派遣して、天皇、皇修禅に援助を求めたが、陳皇から上海の間に新軍がいたため、 援助を得ることはできなかった。1854年12月29日、チャンス準部ジルハンガ照、三見富安守備後継らに命じて、上海県城を包囲させた。1855年1月1日、新軍は城内に突入し、市街戦となった。死闘の結果、小東海の指導者、シャヤスクに、チンシバラは捕らえられ、流霊側のみが、 上海県城からの脱出に成功した。しかし、新軍の追跡を受け、虹橋で戦死した。ありがとうございます。